1年生でも描けるイノシシのイラストです。枠の大きさはハガキ台にしています。端の方に縦長の小さい丸を描いて、その端から大きく丸く描きます。端を切ったさつまいものような形になりました。次は耳です。向こう側に三角、そして中側に三角を描いたら、次は目です。この辺りに丸く描きましょう。そしてイノシシなので牙を描きます。耳の内側の三角も描いて、次は足です。先が2つに割れている足を2本描きます。後ろにも2本描きます。尻尾は豚と違って筆の穂先のような形に描きます。背中にトゲトゲを描いていきます。こうすると大人のイノシシです。子供のイノシシの場合は筋を描いてください。鼻の穴を描けば出来上がりです。周りにお正月らしいものを描いていきましょう。松や梅や竹などお正月らしいものは子どもたちはあまり知りませんので、イラストを見せてあげてください。文字を太くしていきます。最初に書いた文字をもとにできるだけ太くなるようにしましょう。鉛筆書きが終わったらペンでなぞっていきます。この時必要な線だけ書きます。足のところはこんな風に、手前の足のところは横線を書きません。鉛筆の線を消しゴムで消して出来上がりです。同じ手順で描いても、子供が描くと一人一人個性のあるイノシシが出来上がります。